はじめまして。はじめまして。本当に嘘だ。今の多分本当に釣られて言ったけど全然はじめましてじゃない。ねえ、キモい。しっかりして。はいね、今日は普通に中町彩ちゃんとジュキヤの古文に来てもらったんですけど、で、今日やりたいことはな、ジュキヤの古文に来てもらいまして、はい、今日はたくさんのね、ちょっとおちんちんを持ってきたんですよ。こんな感じで、結構好きだろうなと思って、2人とも。まあそうですね。2人とも嫌だな。俺はいいんだけど、あやがチンコ好きなの、なんか世の中に発信するの嫌だな。じゃあ俺的には特に一番右の方が好きなんじゃないかなと思って。好きですよね。はい。好きって言ってみてください。好き。じゃあダメ。おちんちん好き。あ、おちんちん好き。おちんちん好き。じゃあねこれ。使うの本当にここ使うのね。これをたくさんのウインナー持ってきたんですよ。はい。これをなんか一緒に食べてサラダに話す的な。そう、ちょっと HK じゃないな、なんかチンチンだから間違えウインナーだからなんかそっち系の話をしたいなと思って。どっち系？ウインナーだからそっち系ってどっち系？エロ系。なんか政治上みたいな。なるほどね。得意分野そうだから。動画で得意分野。おちんちん系って俺らのことどう見える？家族チャンネルじゃないですか。家族チャンネル。あ、そうそう。ガキ焼いてのちょっと家族チャンネル。ガキ焼いての家族チャンネル。言い方マジ悪いぞ。カジサクさんと一緒ぐらいの。はい。言い方。お腹空いてるでしょ。お腹空いた。でもやっぱいいね。いい画角。画角がいい。よくない。分かってる。よくない。中野くんの頭はそれ切れてるの正解？モニターから全然見えなくて。ああ、そういうことね。見えないのか。どうなってるか分かんないですよねこれ。ちょっと切れてたな。あ、ちょっと切れてる。切れてないっすよ。おお、なるほどね。でもあやは全く気づいてないでしょ。切れてないですよ。どういうこと？何が？切れてないですよ。ですよね。切れてないですよ。何それ？わかんない。何？わかんない。俺もわかんないじゃん。ウインナーとか好きですか結構？ウインナー好き。なんでそんななんかパクチーぐらいさ、パクチーとかだったらわかるんだけどその反応。俺やりたいのがあって、俺が食べさせてお兄ちゃんが嫌がってるみたいな。ああ。そっちなんだ。普通あや使いますよ。そうそう、あやちゃんに俺が食べさせて。あなたみたいな人が嫌がってる。あなたみたいな人？俺じゃなくてもいいんだ。ちょっとくじ今やってるからそんなの顔。リアル感出したいんですよね。出すな。兄の前で妹のリアル感出すな。嫌がってる顔。あ、じゃあお兄ちゃんパターンも取っていいですか？いらないだろ。確かに。なんか苦しそうな顔してるやん。うっていう。大好きなおちんちんだと思って。思ったことないから知らないのそんな表情いらんなあ。でもこっちの方がいいね。よくないな。中町ジャパンJP。 あ、そうか。 JP 知ってる上のジャパンで中町ジャパンじゃないですか。中町純平です。あ、そっか。純平のおちんちんを早速。いや、やだ。妹に何させてんのずっとかのくん。確かにごめんなさい。もうちょっとしっかりしよう。はい、しっかりしよう。どうぞ。いただきます。うん、うまい。普通に味もめっちゃついてるわ。うん、美味しいです。ありがとう。でも加納くんのなんか今の普通のありがとうは可愛いわ。ずーっと変なんですよ皆さん。加納くんのファンの皆さん、加納くんずーっと変でした。でも逆にこんなんずっと変って言ってくれる人いないから自覚できました今日。みんな気遣って言わないの。変なんですね。変。気づいてます絶対。加納くんが変ってことは。嘘。自分の中で変じゃないから変じゃないですよね。変です。それも含め変です。はい。開けちゃう。まだいらないんですよ。裏で話します。まだいらないのよ。一応質問募集したんですよ。え？嘘。本当にね、前のね、コラボでもそうだったんだけど、ずっとインスタただストーリー、人のストーリーとか見るだけなの。いじけじゃない、なんていうのかな。ライブというか、その場で。うん。はい。なんもないです。何言ってるか分かんなくて自分で。絶対そこ使ってください。こんな感じです。加納くんずっとこんな感じです。3、2、1、パシャ。はい、ありがとうございます。ねえ。2人は結構合ってるんですか？何が？漢字で教えて。合ってる。会話の方。あ、会話の方。あ、会話の会。あ、会話の会、会話の会合ってる。結構合ってます、二人は。本当ですか？嘘つかないよ。俺結構マジで見てるんですよ。本当に？嘘つけ！マジで加藤君は絶対嘘だよ。加藤君マジで嘘だから。加藤君マジで嘘だから。お笑い系のチャンネル本当にあんま見ないですよ。唯一見てるんですよね、本当。履歴見たらわかると思う。ほら。本当だ。おお。どうすか？見れます僕たちの動画。いや面白い、めっちゃめっちゃ嬉しいんだけど、めっちゃ嬉しいんですけど、1分しか見ないけど見て、そこ面白さ伝わってない。唯一見るぐらい。うん、バラエティ系みたいな。バラエティ系、そう、めっちゃ嬉しいんだけど。中町兄弟かディズニー夢チャンネルを見るぐらい。本当に俺らで合ってるね。ディズニー夢チャンネル知らないですか？知らない。知らないですね。ちゃんと全部見てる。1分じゃなくて全部見てるな。ディズニーの解説？食レポしたりしてるんですよね。へえ。そう、その2つぐらい。偏ってるわ。 YouTube を偏った感じで見てる。完全に流行りとか知らないから。質問いこう。はい。最近ハマってることは何ですか？質問募集したけど質問は見ないんだ。第一印象は何ですか？なんだ、韓国人。俺はもう最初加野くんが現れて、韓国人 ASMR か、韓国人だと思ってた。韓国人って違いますよ。知ってます。今は知ってます。はい。第一印象なんだろう。初めてのコラボの時ですよね。そうっすね。あ、でも私あの日よりも前に加野くんに会ってるんですよ。私グローブいたんですけど、グローブの料理企画の時に加野くんいました。料理企画ってなんだ？なんかキッチンで。そう、あの時にいたんですか？いたんです。何それ、それはいつの？本当にあやがありさとやってる時に、まだ登録者数10万人もいない時だね。いない時になんかグローブの人に料理企画やろうってなって行ったら、加野くんともう一人誰かと一緒に林んだっけ？あ、そうと、なんかオムライス対決みたいな、なんかやってましたよね。やってた。俺のなんかその時イメージは林んとなんかおっぱいでかい人いたから、その人だったのかなと思って。おっぱいでかい。あ、違う、それ奥の人ですよね。そんなのもいたの？そう、なんか奥にすごいおっぱいでっかい人が料理一人でしてて、そう、なんか、あ、その人じゃない、その人じゃない。うわ、本物だと思った。すごい。カラカでももう記憶にないってことですもんね、あやのこと。じゃあおっぱいの記憶。それあやじゃないから。違う、あやおっぱいだって。ほとんど目も見てくれなかった。いたっけ？なんか挨拶したんですよ。挨拶した。あ、お疲れ様ですみたいな。あ、でも本当にそっけなくて、眼中ない。そうだから本当に、あ、怖い人なんだって。なんか悪いね、悪い。調子乗ってるっていうか、なんか尖ってるなと思って。今売れてるから尖ってる系だと思って、売れると裏ではこんな感じなんだって思った気がする。嘘。挨拶したっけ？挨拶しました、私。嘘。全然覚えてないや。でも多分加野くんはそれで人見知りなんでしょうね。そうなんですよ、本当にね。今こう分かった。でもあの時調子乗ってたかもしれない。尖ってたと思う。なんかすごい胸張ってたもん。なんかこんな感じなんだけど、歩き方もなんか尖って洋服着て、トゲトゲ着てたんだ。なんかトゲトゲって、なんか革ジャンみたいなの着て、怖いって第一印象かも。なるほどね。今はキモい。キモい。キモいっていうのが、俺に対するあやが言うキモいとかのじゃないキモい。そうそう、紫オーラみたいな。はいはい。こっちは本当に気持ち悪いじゃん。本当に気持ち悪い、気持ち悪い。もう本当に、めちゃめちゃ気持ち悪いから。でも画角から外れていい。だんだんこれぐらいになってる。最後言われすぎて。あやと僕どっち先知りました？ジャパン。おお、ジャパン。みんなで一緒に。今自分で答えてる。他の人が言った時に言ってた。今嘘。わかんない。それは無自覚、無自覚じゃない、無意識、無意識で言ってますよ。変ですよ。変ですか？いや、そう、派手集団みたいなところにいるイメージがあったから。ああ、レベゼン地球。ああ、そう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 。そこのイメージがすごい強くて、なんか眼鏡ですごい地味な人いるなと思って最初。まあそう見えてるんでしょうね。で、実際見てみたら、あ、本当面白い人なんだっていう。まあいいよ、いい。ちょっと待ってください。ちょっとエロく食べてください。ここ？はい。キモー。ソーセージに一回も歯当たってません。あ、でも上手ですね、じゃあ。はい。ちょっと、いいの。いいの。いや、この空気どうにかして。いや、最初からずっと。なんかさ、カノ君ってさ、ゲイみたいな雰囲気出さない。自分がなんかいいのみたいな。ゲイじゃないじゃん、全然。どっちでもいけるんですよね、でも。嘘つけ。絶対。女好きじゃないです。女好きだよ。カノ君は本当女好き。でもどっちでもいけるっちゃいけるんですよ。経験あるんですか？経験。経験？お尻あるんですか？ある？はい。そう。いや、願望で。願望？じゃあこれをケツの穴に入れてってほしいとか思う？あ、結構。これは嫌だけど、さすがに茹でてあるからベトベトしてるし。そっち？じゃあこれにそこの心配してんの？ゴムつけたら？あ、ゴムつけたらいける。やります今。え、いや、俺逆にやっていいですか？何言ってるの？刺したい側の意見じゃない。ちょっと俺は恥ずかしがり屋だから、やっぱお尻の穴見せるのはちょっと恥ずかしいから。いや別に俺もっすよ。俺も別にお尻の穴全然恥ずかしいっすよ。え、狩野くん脱毛とかしてます？脱毛してない。じゃあ下の毛とかもあるんですか全部？下の毛はたまに剃る。邪魔だなと思って生活してて、かゆいというか。病気？病気？さらっと病気言ってるよね。確かに。いや、そう、残尿が多いから。で、しかも俺、おちんちんを、おちんちんっていうのか、なんか、おちんこを。おちんこ。同じだよ。あの、上に収納するんですよね。え、なんでマジで理由がある、これは。教えてください。ずっと今まで下にしまってたんですよ。でかくなるじゃないですか。それで、ちょっとでかくなりすぎて、立った時にこうなったんですよ、ちんこ。え、マジで？なんかこうみたいになって、ちょっとやばくないかなみたいな、なんかゾウさんみたいになってるから、ちょっと可愛いなと思いながらも、ちょっと取ってみたいになってるから、上にしちゃいなと思って、なんか上にしまえばまあ上向きになるんじゃないかなってずっとやってたら1年ぐらいで逆に上になったんですよね。それ以来ずっと。それはすごい。そう。だいぶ発見じゃない？そう。え、下向きですか？上ですね、別に全然。え、下にしまってますよ。もちろん全然上に向きますよ。下向きそうなのに多分失礼なの。多分だけど下向きそうだねは失礼。残尿めちゃめちゃ多いんですよ。俺めっちゃ多い。え、俺めっちゃ多いっすよ。残尿って何なの？早押しでまた出ちゃう。いや、もうできる。でも俺らはもう分かってるじゃないですか、出るってこの後5力みぐらいすんの。いや俺もうなんかその時代過ぎちゃってもう諦めてるから、そのままパンツにウェルカム。そう、ウェルカム。え、マジで悪あがきもしなかったんですか？いやでもしっかり洗うよ、その何回も一日に。ちょっと緩いパンツとか履いた時に隙間から残尿出てきてこう。キモ。それは急に離れた。急にこっちサイドからそっちサイドみたいな。しまった後の方が長いです。おちんちん何センチ？誰が聞きたい。あの君のチャンネルでは俺のちんちんの長さ誰が知りたいだろう。でも結構いると思う。僕なんかちんこのでかさ、すごいコンプレックスじゃなくて、その興味があるんですよ。お前のちんこのでかさなんて誰も興味ねえよ。そう、俺しか興味ないから。なんでだよ、なんで狩野君だけ興味あるんだよ。じゃあ好きなタイプは何ですか？好きな人。かわいい。顔は濃いめの人。顔がはっきりしてる人。EXILE とかそっちらですね。市原隼人とか。はい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 。分かりやすい。それは俺の顔見て笑いました。じゃあ濃いめかなと思って。全然。世界で一番嫌いな顔。言うな、そんなこと言うな。でも結構俺はいいと思う。俺はいいと思うけどね。何付き合ってんの俺ら付き合ってんのこれ何？お姉さん。ギャル系お姉さん。ギャル系お姉さんが好き。ギャルお姉さんとはこっちのラインですね。確かに。いいな、じゃあ、それは。いいなってなんで。狩野くんとかもこういう人好きそう。え、狩野くんどっちなの？なんかお姉さん的な。一緒かもしれない。え、何歳までですか？何歳までお姉さん。お姉さんは50。一緒じゃない。俺50歳の方のことは正直お姉さんとは呼ばない。じゃあ熟女風俗とか行ったりするんですか？いや行ったことないね。行ったことあります？あります。え、最近じゃないです。もう2年前ぐらい。20歳の時に初めて熟女。本当のおばあちゃんが来たんですよ。うわみたいな。どれぐらいのおばあちゃん？おっぱいはもう原型がない。垂れまくり。垂れまくりの？乳首がもう真正面向いてない状態。渋柿みたいな。渋柿。舐めるとかの次元ではないかも。絞り取る。なんかもう、自分のおばあちゃんのおっぱいとか思い出して、あーみたいな。がとんでもなくうまい。口が柔らかいというか、なんかもう唾液の量もえぐいし、ムラムラしなかったというか。確かにそれはちょっと、それぐらいのおばあちゃんもいけるってことですよね。いやちょっと渋柿はきついですね。あ、渋柿ダメなの？あ、体は一応ピチピチじゃないと。あ、そうですね。なるほどなるほど。わがままだな。リマジョみたいな人いるじゃん。今までで一番やばかったプレーは何ですか？別荘。あ、別荘で間違えた。でも僕めっちゃ性癖的に歩きながらバイブ入れとくとか。ああ、ちょっとやばい、怖いな、なんか。いや、いいじゃん、いいじゃん別にしたいの。でも俺もされたい側の人間なんですよ。なんで？なんで？じゃあわかんない。なんかお尻、そうなんですよね。お尻好きなんですか？はい。キモ。そりゃそうなる。外でやったりとかもないし、ラブホも行ったことない。ああ。じゃああと最後一つ。最近夜いつしましたか？一人も込みだったらもうマジ昨日です。あ、一人でやるタイプなんですね、結構。ガチでやるっすね。まだ実家なんで。あ、実家だからやるんですね。一人暮らしだからとかじゃなくて実家だからです。実家でやるっていうのは確かに興奮材料になりますよね。そういうことではないんです。材料、女の子を呼べないから一人でやるんだよっていう例えだったんですけど、実家っていうのは馴染みやすいなっていうか、なんか落ち着くなっていう雰囲気でやるんじゃないですか。ああ、今日も落ち着くわーってやってないわ。